松尾さん、実は節目の年を迎えられたとお聞きしましたが、はい、ありがとうございます。8年が終わったんですね。で、今度9年目に入る。もう8周年終わったんですね。はい、なんかつい最近オープンしたような感覚がありましたが、そうですね。あっという間のことでしたけどもね。はい、ご自身もそんなこう気がついたら立ってたっていう感じですか。そうですね。まだ自分としてはまだ 3、4年しか立ってないような気がするんですけどね。もうあっという間で8年経ってましたね。でも本当にいつ来てもたくさんの方、近くから来られる方もいたり、わざわざという方もいらっしゃったり、嬉しいですよ ね。ありがたいことですね。はい、松尾さんといえばやはりこだわりはコーヒー。そうですね。はい、もうそのこだわりはもう変わらずっていう感じです。最初からもうね、オープンからもうやっぱりコーヒー、ポットで、ね、はい、2杯分をお出ししてゆっくりしていただくいうのがコンセプトで最初にありますんで、もう、はい、店の雰囲気もそうですけど、のんびりとくつろげる空間ですよね。そうですね。そういうふうに使っていただければ、はい、またモーニングであったり甘味であったり、いろいろなセットがあるんですけれども、これからというとやっぱり温かいものが美味しい季節になってきますね。そうですね。もち入りぜんざいであるとか、白玉ぜんざいであるとか、はい、それから安倍川餅とかね、はい、これからやっぱりどうしてもお餅とかそういうね、はい、甘味でぬくいもんですからね、温かいものがやっぱりよく出ますね。その甘味にもコーヒーがセットでついてくるっていうのは嬉しいですね。そうですね。ありがとうございます。もうやっぱりコーヒーに合う、ホットコーヒーに合うメニューにしてるつもりなんですけれどもね、はい、中でも人気これがありますよってありますか。やっぱりこれからはもうやっぱりぜんざいですね。餅入りぜんざいが一番多いですね。もう本当に特にご年配の方なんかはぜんざいって大好きですよね。そうですね、はい、これもゆっくりといただきながら過ごされる方が増えてくるわけですね。そうですね。ゆっくりしていただければありがたいですね。またモーニングの方も変わらずされてるんですよね。そうですね。モーニングも、はい、モーニングどんなメニューが人気ですか。もうサンドイッチですとか、はい、ホットサンドですとか、はい、それからフレンチトーストですね、はい、てかもちろんトーストは一日中、これでも一日中モーニングやってますので、はいはい、もうこのモーニングと名がついてますが、もうお店が開いてる間はいつでもという、うね、これも嬉しい。そうですね。以上もパンが切れるまでいうことで、はい、もうできるだけ長く続けたいと思ってますけどもね、はい、10月から増税で 10% となりましたけれども、はい、松尾さんの方はどうなりましたか。一応もうそのまま従来の値段で、はい、もう上げずに今、はい、もうちょっと頑張ってやっていこうと思ってます。じゃあこのメニューは税込み価格で。そう、税込み価格で、もう、はい、従来とそのまま引き継いでやっております。はい、はい、でもこれからもね、地域の皆さんに愛されるお店として長く続けていってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらこそ、はい。